令和5年度、農産漁村振興交付金、農産漁村発イノベーション対策、農薄推進型のうち、農薄地域高度化促進事業の二次公募について説明します。なお、農薄地域高度化促進事業は、すでに農薄推進事業実施済みであることが条件になります。まだ農薄推進事業に取り組んでいない場合は、 農博推進型本体の動画をご覧ください。お手元に高度化事業の公募要領事業実施要領提案書及びチェックシートなどをご用意ください特に提案書等の様式は令和5年度から変わっていますので今年度初めて応募される申請予定者の方は作成提出にあたっては十分留意願います 採択までのフローズをご覧ください。公募期間は令和5年6月26日月曜日から令和5年7月18日火曜日までになります。提案書は提案書等を作成し、所管する農政局等に提出します。この際、北海道の地域は農林水産省農村振興局、沖縄県の地域は 内閣府沖縄総合事務局になります。提案書等は、農政局等において要件不備事由の確認を行い、選定審査委員会にあかる提案団体かどうかを確定します。選定審査委員会において、提案書等を審議し、各農政局等において、令和5年度振興交付金の交付候補者の選定、または非選定を行います。 非選定については、審査の観点から必須要件が整っていれば、農政局等による伴走支援団体としての助言を行います。令和5年度、交付候補者は、公表から1ヶ月以内に事業計画を提出いただき、その計画を国が承認し採択となります。なお、注意書きに書いていますが、公表から1ヶ月を経過して、 事業計画の提出がなかったり、事業計画の内容が不十分な場合は、交付候補者の移行等を踏まえ、農政局等による伴走支援団体へ移行することもあります。つまり、令和5年度の採択を見送り、令和6年度に再提案をしていただくことになります。交付候補者となった場合、事業計画作成までの時間がありませんので、特に注意してください。 次に、要件不備自由をご覧ください。先ほどフローズにおいて、要件不備自由という内容がありました。要件不備自由について説明します。要件不備自由に一つでも該当すると、選定審査委員会に諮ることをしません。却下となります。農博地域高度化促進事業の要件不備自由をご確認いただき、右側の特に注意する内容も含め注意してください。 農泊とは、農産漁村に宿泊し滞在中に地域支援を活用した食事や体験、交流を楽しむ農産漁村滞在型旅行を指します。この取り組みを農産漁村の所得向上を実現する上での重要な柱と位置づけ、主要観光地に集中しているインバウンドを含めた旅行者を農産漁村に呼び込み、宿泊者や 農林水産物の消費拡大を図ることが重要ですこのため、すでに農薄に取り組んだ地域において、さらにステップアップする取り組みとして、インバウンド需要に対応するための受け入れ環境の整備や、地元食材や地域の景観を活用したコンテンツの高付加価値化及び定着しつつあるワーケンション需要に対応するための受け入れ環境の高度化に取り組む農薄地域を支援します。 保護要領9ページ別表1及び11ページ別表2をご覧ください。1点目は対象地域要件です。対象地域要件は取り組みを行う活動範囲が対象地域欄に記される1から14のいずれかが含まれている必要があります。対象地域に該当するのかどうかは提案書本体に 農博の取り組み範囲等を明示する様式がありますので、活動範囲がわかるよう図面の整理をお願いします。2点目は、農博推進事業完了要件です。選定要件は、農博推進事業を実施した地域協議会、または農博推進事業の実施期間中に組織された地域協議会になります。このことも要件不備自由に該当する内容です。 3点目は、オンライン予約サイトへの対応にかかる要件です。事業実施主体の構成員に、旅館業法の許可を受けた宿泊を提供するものが含まれる場合には、事業完了時までに OTA サイトまたは旅行会社のオンライン販売サイトにおけるオンライン予約に対応することとなっています。4点目は、これまでの支援の経歴です。これまでに、 農博地域高度化促進事業を実施した地域は支援の対象とはなりません。続きまして、各対応の事業内容について説明します。公募要領9ページ、別表1をご覧ください。インバウンド対応について説明します。括弧1のインバウンド対応は、インバウンド事業に対応するためのキャッシュレス環境の整備、Wi-Fi 環境の整備、 多言語対応、トイレの様式化など、ストレスフリーな環境の整備や、高負荷価値化に資するインバウンド受け入れ体制の整備など、取り組みを最大2年間支援します。高負荷価値化対応について説明します。2の高負荷価値化対応のうち、あの食は地元食材を活用した商品開発、 地元生産者との供給・連携体制の構築、地域全体の統一メニュー化、地域の食文化等を活かした体験プログラムの開発など、食を活用したコンテンツの高付加価値化に資する取り組みを最大2年間支援します。各個に高付加価値化対応のうち、意の景観は、景観、歴史、伝統文化などを活用した体験プログラム開発、 案内看板の設置など、地域の景観を活用したコンテンツの高付加価値化に資する取り組みを最大2年間支援します。ワーケーション対応について説明します。カッコ3のワーケーション対応は、農博推進事業を実施した施設について、Wi-Fi 環境の整備、オフィス環境の整備、アクリル板などのコロナ対策、企業等向けのプロモーションなど、 ワーケーション受け入れ対応の高度化に資する取り組みを最大2年間支援します。続きまして各対策の選定要件、交付の額などについて説明します。公募要領11ページ別表2をご覧ください。カッ1のインバウンド対応の交付率は定額で2年間の女性の合計額は200万円です。ただし、 トイレの回収にかかる交付率は2分の1以内です。選定要件は、農博推進事業実施期間中にインバウンドに対応する取り組みを実施していること、また、事業完了時までにキャッシュレス環境の整備、Wi-Fi 環境の整備、多言語対応、トイレの様式化のうち、2つ以上の取り組みがなされていることとなっています。さらに、カッ2の 高負荷価値化対応及び3のワーケーション対応を実施していないこととなっています。2の高負荷価値化対応のうち、A の職は、交付率は2分の1で、選定要件は、農薄推進事業実施期間中に地元食材の利用増進を図るための取り組みを実施していること。また、事業完了時までに、 地元食材を活用した商品開発、地元生産者との供給・連携体制の構築、地元食材を活用した新たな食事メニューの開発、及び地域全体での提供、または地域の食文化等を生かした体験プログラムの開発のうち、1以上の取り組みがなされていること、さらに、括弧1のインバウンド対応を実施していないこととなっています。 カッ2の交付加価値化対応のうち、以の景観は、交付率は2分の1で、選定要件は、地域協議会の取り組み地域がある市町村内に、日本農業遺産や指定棚田などの景観に係る観光資源があること、また、事業完了時までに、景観を活用した体験プログラムを開発する取り組みがなされていること、さらに、カッ1の インンバウンド対応を実施してていいいななこととなっ確保3のワーケーション対応の交付率は2分の1で選定要件は事業完了時までに Wi-Fi 環境の整備机椅子アクリル板などのオフィス環境の整備または企業等への情報発信のうち1以上の取り組みがなされていることさらに カッ 1>, 1のインバウンド対応を実施していないこととなっています。カッ2の交付価価値化対応及びカッ3のワーケーション対応の事業費等について説明します。カッ2のア、職、医、景観及びカッ3の交付率は2分の1で、いずれか1つの取り組みを実施する場合、2年間の女性の合計額は100万円です。 カッ2のあ、い、およびカッ3については同時に複数の取り組みを実施することが可能で、その場合にあっては2年間の女性の上限額は150万円となります。ただし、各取り組みの女性の上限額は100万円となります。また、取り組みと合わせて行う簡易な施設の整備にかかる女性額の上限は、 合わせを行うソフト対策の上限額よりも低い額となります。なお、1のインバウンド対応とカッコ2及び3の対応は同時に実施することができません。農博地域高度化促進事業における助成額の上限額は2年間の国費の合計額となりますのでご注意ください。続きまして、提案書、チェックシート、添付資料について説明します。 応募に係る提出資料は各事業共通である農産漁村振興交付金事業実施提案書、それと農産漁村振興交付金事業実施チェックシートに加えて添付資料が必要です。提出書類一覧を整理した別添ファイルのチェックリスト、こちらをチェックすることで添付漏れを防止することができます。続きまして応募にあたっての留意事項ですが、 公募要領2ページご覧ください。今回の二次公募から新たに追加しましたが、提案書作成にあたっての留意事項として、提案書本体は A4 版10ページ以内で記載してください。その際、Excel 表のチェックシートはその制限に含まれません。また、表や図、イラスト、写真等については、このページ内において、 提案書を分かりやすくするため積極的に入れるよう工夫してください。表や図、イラスト、写真等を除き、提案書本体のフォントサイズは11ポイント以上とします。なお、多数の誤字脱字や解説のない専門用語、略語の多様等により、提案書の内容を正確に理解することが難しいと判断された場合は、審査の対象外となりうるので、 ご留意願います。書類の提出方法等について説明します。提出先は所管の各農政局長等を宛てとし、都市農村交流課等へ提出してください。提出期限は令和5年7月18日火曜日17時までで、郵送の場合は同日必着の取り扱いとします。留意事項として、添付書類の添付漏れや 要件不備がある場合は選定対象外となります。別点のチェックリストも提案書等と合わせて提出してください。提案書等は提出部数は一部とします。なお、資料はコピー原稿として使用するため、A4 片面クリップ止めで提出してください。提案書等の提出については、農林水産省共通申請サービス、 e m a で電子申請することも可能です続きまして提案書の選定等について説明します応募要領の3ページからご覧ください審査の方法は外部有識者等からなる選定審査委員会を設置して審査を行いますなお事業実施前に提出いただく見積書や実施内容により国費負担が 適当でないと判断された場合は、支援対象外とする場合があります。また、交付金の額は予算の範囲内で調整されるほか、対象経費の見直しにより、提案額より減額となる場合があります。選定審査にかかる内容は全て非公開とし、選定審査委員会にかかる一切の質問を受け付けていません。審査の観点については、 公募要領3ページ以降に記載していい。ますので、ご確認ください審査の観点を踏まえ、提案書やチェックシートに、納泊の取り組みについて整理ください。審査結果の通知については、公募要領4ページの記載のとおり、交付金・交付候補者として選定されたか否かについて、文章にてお知らせします。なお、選定結果の公表は、交付金・候補者のみとします。 事業実施の手続きについて説明します。応募要領5ページをご覧ください。進行推進計画並びに事業実施計画の申請及び承認については、交付候補者選定通知を受けてから1ヶ月以内に各農政局長等に対して申請してください。その後、事業内容等の審査を経て計画を承認します。交付金の 支払い手続きについては、各農政局長等による計画の承認後、承認された事業に割り当てる交付金の額をお知らせしますので、その後、交付申請書を各農政局長等に提出し、各農政局長等による交付決定通知後、事業の着手ができます。交付決定日以前に発生した経費は、交付金の交付の対象となりません。 新興交付金の支払いは事業完了後の生産払いとなりますので、それまでの活動経費は事業者側で準備する必要があります。次に提案書作成に向けて記載例を使いポイントを説明させていただきます。今回の事例は、農博地域高度化促進事業、インバウンド対応を例にとって説明をします。 農産漁村振興交付金の交付目的は地域の活性化です。特に農業者、漁業者、林業者の所得向上、就業機会の確保につながっているかがポイントです。事業実施体制図の宿泊に民泊受け入れ農家、体験に漁業協同組合と民泊受け入れ農家、食事に漁業協同組合が担うことになっています。また、 体験や食事に関して連携、食材提供として ABC 集落の生産者が地区行政連絡委員会を通じて行うなど、農林漁業者が農博の取り組みに関わり、所得向上に寄与していることがわかります。解決される地域課題。農博に取り組むことで地域が抱えていた課題がどう変わるのか、 一般論ではなく地域の特徴を踏まえて具体的に記入してください。活用する主な地域支援、提案書の中で最も大切なページと考えています。なぜこの地域に泊まるのか、その必然性とは何か、写真を使い、ここにしかない魅力を記入してください。農泊取り組み範囲、競技会構成員のうち、宿泊、 体験、飲食を行う構成員の位置関係が分かるように記載し、その範囲を赤枠で囲ってください。また、高度化促進事業に関わる農博施設について赤枠で囲ってください。事業実施チェックシート。このチェックシートは提案書そのもののデータです。数値の整合性を含め、整理、記入してください。 とても大事な内容であり、細かく説明します。事業メニューの選択。実施する事業にチェックを入れてください。地域事業実施主催の概要。農博には宿泊、飲食、体験の3本の柱が揃って農博と言っています。3本の柱の全てにチェックが入っているか確認してください。名と団体を書くようになっています。 まず団体数を書いてください。次に、名には個人参加の構成員数と先ほど記入した団体数を合わせた数字を記入してください。課題に対する対応。該当する事業にチェックを入れ、脳博の取り組みを最低限いつまで実施するのか、その年数を記入します。基準以下の年数の場合は採択されないので注意してください。目標。 現状は実績です。途中年度、目標年度は計画です。記載の例では、事業期間を1年としていますので、途中年度の欄に斜線を引いています。売上高は、協議会の構成員すべての宿泊、飲食、体験の売上高を記入します。高度化促進事業を実施する場合は、過去に農博推進事業に取り組んでいるため、おそらく営業実績はゼロにはならないと思われますので、注意してください。 売上高。目標の各協議会構成員の内訳です。同数となるように注意してください。食材提供農業者等名については必ず記入するようにしてください。ここに記入がない場合は地域の活性化に直結していないということになります。事業実施主体構成員。 事業実施主体構成員には必ず宿泊、飲食、体験の3本の柱が揃っているか確認してください。構成員のうち中核法人に丸をつけてください。役員名簿。経歴、実績の添付資料漏れがあります。注意してください。事業計画とその経費の内訳。 本交付金について上限を超えないように注意してください。また、積算資料は必ず添付してください。過去の農博推進事業の取り組み概要、記載例ではインバウンド対応を選択しているため、実施要領別記4、別表2において、農博推進事業の実施期間中にインバウンドに対応する取り組みを実施していることが、 要件となりますので、その内容を記載することになります。公募要領の第7、その他として、提案が採択された場合には、事業評価年度以降も、納博にかかる延べ宿泊数や、各体験の実施状況等、事業実施に伴う事業効果の把握のための調査には必ず協力していただきますので、あらかじめご承知おきください。 最後になりますが、ホームページに記載している資料を今一度ご確認いただき、公募手続きや様式、応募に必要な書類等について不明な点等ございましたら、公募要領6ページ第8の所管する農政局等の担当までお問い合わせ願います。なお、提案に係る具体的な内容や審査に影響する事項等、公正性、平等性が 確保できない内容につきましてはお答えできませんので、あらかじめご承知おきください。以上をもちまして、令和5年度農産漁村振興交付金、農産漁村発イノベーション対策、農産漁村発イノベーション推進事業、農薄推進型のうち、農薄地域高度化促進事業公募にかかる説明といたします。